フリードリー・ヒビークは、ドイツの音楽家、音楽教育者。作曲家のロベルト・シューマン、ピアニストのハンス・フォン・ビューローのピアノ教師であり、また、シューマンと結婚した、クララの父である。ザクセン・アンハルト州ビッテンベルク近郊のプレッチュ生まれ。若い頃は進学を学んでいたが、ピアノのための音楽に熱中する、あまりに職業的訓練を受け、ピアノ工場と、 学府出版社を創立した。ビークは二度結婚している。最初の妻は、声楽家で、ピアニストのマリアンネ・トロムリッツで、クララは、彼女との間の娘である。二度目の妻は20歳年下の、クレメンティーネ・フェヒナーである。ビークは19世紀初頭のドイツ語圏で最も、重要な音楽教育者の一人であり、最も成功した弟子は、娘のクララである。 ビークはクララにレッスンを施した上、ヨーロッパうちの演奏旅行を組織し、その活発な活動を通じて早くからクララを有名にした。フェリックス・メンデルスゾーンの設立したライプツヒ音楽院にピアノの教授として就任を打診されたこともあった。後にクララの夫となるシューマンも2年間は彼の弟子であった。ビークはシューマンの音楽評論中に しばしば登場するラロ先生のモデルである。クララとシューマンの交際が明らかになると、ビークは長い間二人の結婚に反対したが、クララとシューマンは訴訟を起こし、1840年に結婚を実現させた。ビークは裁判に負けた後、ドレスデンに移り住み、3年後の1843年にシューマン夫妻と和解した。 ドレスデン近郊のロシュビッツで没した。ありがとうございます。